どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は子供の勉強をやる気にさせる方法についてお話ししていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。愛情バロメーターは頑張っていますが、テスト前に勉強の計画を立てるのが苦手です。一緒に考えようかと提案しても大丈夫と言いできません。まだ愛情バロメーターが低い、干渉しない方がいいのでしょうか。やらないといけないとは思っているようですが、勉強すれば寝てしまうことが多く、やる気が維持できないのだと思いますってことですね。はい、まあね、このチャンネルをしっかりね聞いていただいて、子供の愛情バロメーターを上げるね努力はされていると、ただ子供としてはねまだ勉強の計画がねなかなか立てられないけど、そこを提案するといいって言ってねなかなかできないっていう方、これ結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。じゃあこの時にね何が足りないのかっていうところですね。まあもちろん愛情バロメーターの部分もあるんですけど、まあそこ以外の部分でもいろいろありますので、今日はそこをちょっとお話ししていきたいと思います。で、最初にチェックするのは何かっていうと、やる気ですね。やる気、子供がそもそも勉強に対してやる気があるかってところをチェックしてみてください。で、やる気があるんだったらですよ、子供は親に協力してもらってでも成績を上げたいというふうに思います。ただやる気がないとそこまで別にしなくていいと思っちゃうんですよね。だからまずはお子さんがちゃんと勉強のやる気が出ているかっていうのをチェックします。で、もし出ていないならですよ、原因はおそらく親子関係が悪くて動機づけができないか、もしくは動機づけがうまくいってないのどちらかです。今回の相談者の方はこの愛情バロメーターの部分、要するに親子関係の部分を、まあ、気にしているんですけど、例えば普段ね学校から帰ってきた後とかにお母さんとたわいもない話ができるなら、まあ、ある程度親子関係はできていると思うんですよ。であれば動機づけをそこでやればいいですし、その親子関係、そういったね会話すらできないんだったら、まだ動機づけができる親子関係になっていないので、そっちからやり直していかないといけないってことですね。でちなみに動機づけの方法は、これはね子供の年齢とかによって、違います。例えば中学生だったらね、簡単なご褒美とか目標を決めてあげればやる気出る子もいますし、本当に3年生とかだったら進路ですね、アクティブ進路を決めてあげればやる気も出ますし、この辺は子供の状況によって違うのでね、過去の、配信とかをちょっとね見ていただいて、やる気の部分とかをね見ていただけると、比較的わかるかなと思います。で、やる気があるのにサポートを拒むっていう子もやっぱいます。もう実際ね成績を上げたいと思っていると、でも親が手伝おうかっていうといいっていうパターンですね。でこの場合どうすればいいかっていうと、もう簡単で、失敗するのを待ってあげてください。例えば頑張って勉強したのに成績が上がらず子供が落ち込んだとしますよね。そしたらそのタイミングでアドバイスしてあげるわけです。例えば、せっかく勉強したのになんか成績上がらなくて残念だったねと、例えばちょっと計画の立て方少し変えてみるとかっていう感じで声をかけてみるわけです。そうすると、そこで初めて子供は、あ、俺ここがうまくいってなかったから、できなかったんだなっていう風に捉えられるので、じゃあちょっと一緒にやってほしいっていう風になることがあります。ただ、親のサポートがそもそもね嫌っていう子もやっぱ世の中にはいます。特に男の子で年齢が上がってくると大体の子は親のサポートなんていらないっていう風になります。イメージしてみてください。高校3年生の子がですよ、親と一緒になんか勉強してたらちょっと気持ち悪いですよね。客観的に見てもですよ。別にそれが悪いわけではないんですけど、だから大体、世の中のイメージってねそういうイメージなので、それは子供たちも分かってるわけですよ。さすがに高校3年にもなってちょっとお母さんに丸付けしてもらうとかちょっとやだなってやっぱ思ってくるんですよ。だからそうなると、どれだけ親子関係が良くても、あ、いい、俺自分でやるからっていう風になってきます。でこれは要するに自立からなっていることなので悪いことではないんですよ。ただそのまま放っておいたらね、一人で勉強できない子の場合やっぱ成績は上がらないですよね。であれば親以外のサポートをつけてあげればいいです。例えば信頼できる家庭教師つけてあげるのか、状況によっては塾を頼るとか、あとは学校の先生にちょっと聞きに行けるように促してみるとか、あとは兄弟ですね、お兄ちゃんとかお姉ちゃんいるんだったらそこにね、ちょっとしたなんかお小遣いあげて、なんか家庭教師の代わり、バイトみたいな感じでやってもらうとかでもいいと思います。これは年齢によってね、本当に中学生でも親にちょっと頼るのが恥ずかしいとかやっぱいるんですよ。その場合だって お子さんがそういうタイプだったら親がなんとか関わろうとするんじゃなくて、もう親は本当最低限の親子関係を良くするってところと動機づけの部分だけあって、それ以外のサポートは外部に委託するって感じでもいいと思います。この辺はね本当に子供の気質とかによってね全然変わってきますので、お子さんの状況に合わせてね、考えてみてください。ということで今回は、子供のね勉強のやる気にさせる方法についてね、お話ししました。